中日ポスト立浪は侍ジェイ井端監督 VS 井上二軍監督の一騎打ち、周囲の評価は五分五分かとは一体どのようなことなのだろうか。中日立浪和義監督54は今季限りでの退任が確実視されている。後任の最有力候補として名前が挙がるのは侍ジャパンの井端弘和監督で、選手の選定も侍ジャパンの監督としてではなく中日の次期監督有力候補としての視察のようだ。そんなんがあった見方もあるとは中日 OB 評論家の権藤博氏は、マルティネスという絶対的な守護神がいて勝率5割を切るというのがそもそも異常なこと、ベンチが投手力というストロングポイントを生かした戦い方ができていないということと指摘している。立浪監督が手も足も出なかった中日の再建はどちらの候補に託されるのだろうか。個人的には井上推しだな。二軍とはいえ以前といい今といいそれぞれ違うタイミングで就任してどっちも相応の結果を残せているのは素晴らしい。井端は侍の監督を任されて能力は誰もが認めるところなんだろうが、今の中日は侍と違ってこれからの選手が多い。そういう選手たちを率いた時にどうなるかってのが未知数じゃないかな。井上後にある程度童貞がついたら井端が引き継ぐというのが理想な気がする。立浪監督が降板するのならどちらでも OK です。できればオールスター戦以降井上監督代行に任せてみては。来シーズンは井上さんの内部昇格もいいし、井端さん抜擢もいいし、次の次のために真中さんや山本明さんの入閣もいいし、ドラゴンズ球団に臨むことはとにかく立浪監督に見切りをつけてほしいです。名選手名監督にあらず、また地元 CBC や東海ラジオを中心に解説で楽しませてくれれば嬉しいです。同時期に井上一軍監督昇格と侍ジェイ井端監督続投を見たい。そして井上監督から井端監督へ繋いでもらうのもいい。ただ井端監督が侍ジェイで結果を出すとジャイアンツが先に声をかけそう。この10年以上低迷していて、ようやく NPB でコーチの実績があってまともな OB の監督候補が出てきてファンとしては嬉しいわ。権藤さんが言うようにこの戦力でこんな位置にいるのはちょっとおかしいし、やはり傭兵采配に問題があるんじゃないか。どちらかといえば井端の方が緻密で厳しくやりそうだが、ピンキーも正手本位で優しく厳しくやりそうで甲乙つけがたい。多分どっちでも立つよりは絶対マシになるし、選手も伸び伸びできそう。ドラファン歴40年以上になるが、この2年半ほどのひどい期間はちょっと記憶にない。次期監督候補の井上氏、井端氏どちらにも異論はなし。とにかく立浪には来季以降解説者としてもテレビに出ないでほしい。個人的には井上監督がいいと思う。そして可能であれば井端さんはヘッドコーチ。二軍監督は井上さんが阪神のヘッドコーチをしていた時の監督で、ドラゴンズ OB 二軍日本一の経験もあるガッツマンやの3を呼べれば最高かなと思う。井上さんとのパイプとドラゴンズ一筋の井上さんにタイガースに来てもらったってことを考えると、もしかしたら受諾してくれるかも。頃合いを見て井端さんと矢野さんのポスト交代とかでも面白いかも。ドラゴンズを変えるなら大改革は不可避。明るい人を呼ぼう。一時首位に立ったこともありましたね。他球団ファンですが、あの投手力確かに打線は課題だけど昨年よりは攻撃力もあると感じている中で、現在の順位は歯がゆいことでしょう。やはり細かいプレーで差がついてしまっているのかなと。そのあたりを次期監督が克服していければ10分ドラゴンズは上に行ける力があるチーム、そう思っています。井端さん、井上さん、どちらが監督になろうとスカウト編成含めて体制の刷新が必要。ここ数年のドラフトで課題の攻撃面よりも二遊間の乱獲に傾倒している。現状では個人の好みで起用しているのではないかと感じ、まさか5年契約だとしたらゾッとします。記事の通りとしたら2人ともバランスの取れたチーム作りができると思うので期待してます。投手陣がいいっていうのもあくまでリリーフが盤石なだけで、先発も良くない打線は上積もがな再建っていうけど、投手も野手も再建しないといけないからだいぶ手を焼くなんせ、立浪がこの3年間で何も積み上げてないからまた一からになるいや、そもそも野手に関しては何とかするが何ともなってないし、むしろ何とかしてるからマイナススタート。ここを監督だけじゃなく首脳陣で一致団結して再建できるようなメンバーにしてほしい。井上二軍監督はこのままもう少し二軍監督を続けてファーム育成に徹してほしい。二村さんが作り上げたものを片岡がぶっ壊して井上さんがもう一回築き上げようとしてるから、わざわざ一軍に上げてまた二軍に違う監督入れてぶっ壊されたらたまったもんじゃない。もう2年ぐらいは井上二軍監督として選手の育成をお願いしたい。一軍は江畑監督で首脳陣も一層ぐらいの感じで新しい風で空気を変えてほしい。強いドラゴンズを知っているのは江畑も井上も立浪も同じ。なんなら以前の谷繁も同じ。
それだけで当時のようにチームを作るのは難しいのはよくわかった。この暗黒時代に就任していないタイプで選ぶなら井上二軍監督かな。そのモチベーターの能力を生かし、どんな采配を見せるか楽しみ。意外と細かい采配もするし、なのでイバタを保険にする意味でもそんなことは言えないが、今年のなるべく早いタイミングで井上監督代行を試してほしいんだよね。そうすれば来年以降考えやすい。監督は技術の伝授ではなくて戦略を考え、それを日々の戦術に落とし込んで試合に勝つ能力が求められると思います。もちろん新庄監督のようにモチベーターとしての能力も必要でしょう。そう考えると井上監督が適任なのかなと思います。井端監督も良いのですが、選手をその気にさせる能力は井上監督の方が上でしょう。どちらにせよバンテリンドームがテラス席ができないなら、ピッチャーを中心としたディフェンスで少ない点数で勝つ勝ち方の精度を上げていく必要性があるでしょうね。私一個人的には江端が監督をやった方がドラゴンズの再建は向いているのかなって思いますが、一時のいきなり首位を快走する采配ぶりには驚きます。まあその前の監督が監督なので比較対象にはなりませんが、大したもんですよね。特に2軍の戦力の変化はないと思われるので、そうなれば監督の手腕ってことになりますよね。そうなると一軍でその監督っぷりが見てみたいとなります。まずは本当に井端が中日の監督をやりたいと思っているかどうか、それ次第ですかね。3年前もこの頃になると次期監督の記事ができて、その通りの結果になったし、他にも出てたからこの量なになりそうな気もする。まずは井上二軍監督なら選手の特性も把握しているし、今からでも来季を見据えた若手の起用等を進言してほしいくらい。 CS 争いができたりすれば引き続き2年目以降もお願いしたいかも。井端さんには選手層が充実し、中位クラスになってから黄金期のようなチーム作りができれば理想的ではあるね。マルティネスという絶対的な守護神がいて、勝率5割を切るというのがそもそも異常なこと。ベンチが投手力というストロングポイントを生かした戦い方ができていないということ。指導者経験のない立浪監督を起用したことが一番の問題だと思います。個人的には井上二軍監督推しですが、まずは今の首脳陣を一掃しないとドラゴンズの未来はないと思います。井端はずっと中日に帰りたがってる。名古屋の仕事も途切れたことがない。嫁はガチ中日ファンだし、中日のユニフォーム着てほしいだろう。この3年の間にいろいろ調整したと思うし、就任の障害はフロント次第じゃないか。井上はコーチ経験が豊富で2軍監督で結果が出ているとなれば、こちらも就任に支障はない。レジェンド立浪のコート考えると格で井端になりそう。戸邪魔で任せられる人間がいればお願いしたいけど、フロントは人気を保ちつつリフレッシュを狙ってそうだ。中日ファンとしてはどちらもいいなと思う。井上さんの中日の解説を聞いた時、とても物腰優しい喋りをしていて、とても好印象を感じたね。そして現に2軍成績も良いので、来季は1軍監督に昇格もありだと思う。あと選手に慕われているのではないかと思う。そして井端さんは巨人でのコーチ経験もあり、中日の洗い場の鉄壁な守備、ここぞって時にチャンスに強い打撃力、そして一番は頭がよく野球を理解していると感じる。井端監督が実現したら赤星さんがヘッドコーチを引き受けてくれると思う。足のスペシャリストを育ててほしい。2軍と1軍じゃもともとのスケジュールや点中止による順位や試合数の差など違いはあるとは言って、1軍に上がった福永を除いて松木大しか成績上位者がいない中での1位ってある意味すごい。井上監督は実績はあるし、選手を鼓舞するやり方が上手い方。まずは最下位だったチームが今年どの位置に落ち着くのか楽しみにしたいです。井上は2軍監督向きだと思います。今の中日の戦力なら井端が就任すれば優勝争いできると思いますよ。特にドラフト戦略は高校大学、社会人野球の試合をよく見ている井端の出ならっと変わる可能性が高く、一気に無名の有望選手を獲得できる可能性がある。目先の勝利だけでなく、長期的にも井端監督の実現はプラス要素が多い。井上や井端のどちらかを監督にしても打撃面を強化するのは必須やけども、問題は投手陣。大野、涌井、祖父江仁のベテラン投手は長くはないし、ライデルも来年以降残留できるかわからないし、柳来年は増え取れば流出の可能性があれば、小笠原や高橋宏も将来的にメジャー挑戦と見ると、打撃面と並行して投手陣強化も必要になるのでは。2年連続再開からの3年目になる立浪監督のもとに球団が井上二軍監督を呼び寄せたというのがポイントだろう。立浪監督が招聘した場合、3年連続再開かそれに近い成績だと2軍監督も引責の可能性があるわけで、1年での退任でキャリアに傷がつく選択はしにくい。球団が呼んだのであれば、立浪監督退任の場合は次期監督にする、もしくは監督が変わっても続投を保証する約束が交わされているのだと思われる。いずれにせよ
井上二軍監督は2年連続低迷して戦力的にも大きな底上げがない中でファームの成績を V 字回復に導いているので、一定以上の評価を得ていても不思議ではない。成績が振るわなかった当時二軍監督の片岡ヘッドの力量が問われる状況でもある。井端氏は競り勝つ勝つ野球をしっかり体現されている方なので中日の監督候補にぴったり。井上氏は逆には家庭育成の手腕に長けてると思うので二軍監督は適任だが、もちろん一軍監督になることがあればやはり今より期待できそう。投手コーチには山中氏を期待したい。監督を変えればうまくいくというものでもない気がする。それはここ何年も監督を変え続けてきたが一向に強くなっていない。中長期的に編成を行える人をフロントに入れて持続的に強いチームを作ることをやってもらいたい。そして監督には選手のモチベーションを上げれて選手の運用が上手な人を入れてもらいたい。今年の2軍は本来1軍で使えるレベルなのに事情で上げてもらえない選手がたくさんいるので楽に戦えているのではないか。だから井上が監督として適しているのかどうかは分かりづらい。また立浪の太鼓持ちであることは忘れてはならない。井端は監督として適していると思うが、侍で成績を残したらそのまま契約を延長するのではないだろうか。 OB に関わらず監督として実績のある人を呼んで頭を使って立て直してもらえたらと思っている。井上さんは過去にも2軍監督として指導していたこともあるし、ある意味では選手の力量などを一番把握しているかもしれない。井端さんにしても井上さんにしても他球団の経験もあるし、それぞれに良さがある。誰が監督になるにしろ2人とも入閣がベストでしょうけどね。私は井上をしたいですね。もちろん井端はいずれドラゴンズの監督になる人だと思う。でもチームを率いる経験値は井上の方が上だと思う。人気の井端は話題性はあるけど、もしかしたら立浪の二の舞もある。現実に強いチームにしてくれるのは井上の方が上だと思う。現状のドラゴンズの監督となると井上のような気がするけど、集客や侍ジャパン監督経験のネームバリューを考えると井端かな。井端に本当に引き受ける気があるのかわからんけど、立浪で集まったかどうか知らんけど、今の集客力を失いたくないだろうからネームバリューを優先しそう。とにかく立浪、片岡大成だけは今日にでも終わらせてほしい。ひとまず代わりは2軍から井上。その戦いぶりとかを見て来季も任せるか決めたらよい。強力な投手陣がストロングポイントという人が多いけど、実は結構先発が手薄な気がして不安だ。中継ぎ抑えは清水、松山、斉藤、藤島、マルチネスは中に球団屈指の力を持っていると思う。先発は広志とはいいが来年以降を考えると大野、涌井に頼るわけにもいかず、ここ2年ドラ1の連続の勝ち、そうかも期待するのはきつい。小笠原、柳松葉が柱というところか。移籍はないという前提でロドリゲスが遊撃を守ることになるのなら、ここ数年二遊間をたくさん獲得するより先発型投手をもっと取っておけばよかったのにと思う。まあ結果論だし今から言っても遅いので今年のドラフトは投手を多めに取ってほしい。どちらでも立浪のような采配はしないと思うので歓迎だね。未だ今シーズンは半分残っているが、本当にこの3年間は目の前の試合に関わり、愚かにも毎試合スタメンや打順をいじくりまくり球史に残る失態を見せられた。残りの試合はせめて来シーズンの戦力となると思われる選手たちを優先的に使ってほしいが、立浪は最後まで現在の姿勢を変えないだろうな。2割程度の打率でも高卒新人だった立浪を使い続けて一人前にしたと伝え切っている亡くなった星野監督とか、8年間 A クラスを維持した落合元監督の下で何も学んでこなかった立浪は監督としての資質は最低だったと言わざるを得ない。本来ならまだこんな次期監督候補の記事が出る季節ではないと思うけど、それだけ今のドラゴンズが情けないということなのでしょう。負けてもバンドは満員で、再開ならそんなに選手の年俸アップしなくても言い訳できるし、グッズの売り上げも良好とのことで経営も大事かもしれませんが、やはりドラゴンズの勝てるようにしっかりとしたドラフトを含めた補強や育成をしてほしいです。選手もファンも勝利に飢えてるはずですけど、いずれにしても現在再開を争っている現状となれば、立浪内閣は総退陣となる。ちょっと友達内閣で自分より年齢が下のコーチが大半だった。昨年までの西山バッテリーコーチくらい。井上二軍監督がなった場合同じような人事になる恐れがある。井端氏は侍ジャパンの人脈、巨人の時の人脈、アジア大学の人脈と様々なコネクションがあると思う。阿波のピッチングコーチなんか戻せたら良いのかなって思うし、立浪は言わずと知れたミスタードラゴンズでもともと知名度抜群。井端も晩年巨人に身を置き、さらに侍ジャパンの監督ということで今や全国区の大物。そうしたことからコスパという点では井上はかなり魅力的なのではないか。
実務的にも能力は立証済みだし、近にシビアな中日ならイバタより井上と考える可能性も十分あるな。年齢的にもイバタはその次かさらに次でも大丈夫だし、イバタのスカウト能力は高いと思う。長期的なチーム作りを担うならイバタが監督になりチーム作りをすると強いチームになる。井上監督は現状戦力を強化することに長けてると思う。今必要なのは井上監督の昇格が方向性として良いのではないだろうか。手遅れになる前に立浪交番監督交代が今のドラゴンズのなすべきこと。ベンチで減らしている監督では選手の士気も上がりません。変なトレードをしないうちに監督交代しないと傷が深くなります。使えない外人選手ばかりとロトル巨人をフルの選手では勝てません。ヒットも打てない選手は一軍にいりません。急がねばならないので井上二軍監督の起用しかないのでは。井端さんはサムライ J の契約がまだあるのでとにかく急がねば。今の中日打線の大きな問題はとにかく粘れないこと、走れないこと、チームバッティングができないことだろう。これらを改善するには井端監督の方が向いている。井上監督はこのまま2軍の若手を育ててくれる方が良さそう。見てみたいという意味では井端氏ですかね。ピッキーと打ち合い氏にも引き続き2軍の監督コーチやってほしいですけど、今中氏&明氏の 1.2 軍投手コーチも見れるなら見たい。結局中日の場合、打って得点取る野球では勝てないので、戦術的にチャンスをたくさん作って何とか得点を取り、守って先行逃げ切りのパターンを確立するしかない。立浪野球は打って勝ちに行く野球なのでなかなか得点に結びついていないと思われます。また、割り切った指示を行わず選手の状況判断に任せる割には試合後マスコミ通じて苦言を呈するので、評論家的な野球観なのであろうと思われます。二人とも外見、選手を見極める力もあり複眼の見た方でお気に入りとかで選手起用もしない立浪がそもそも阪神時代から能力ゼロの片岡を二軍で散々なのに、ヘッドで登用する次第資質なし8月くらいで解任休養して井上昇格で方向性見えたら井上でもいいし、井端は吉見、赤星、荒木と3本がしっかり脇を固めるから井端でもいい。何と言っても井上2軍監督には以前にも2軍で優勝した実績がありますからね。昨日の12軍揃っての再会、昨日の2軍監督の片岡ヘッドが指揮して今年は1軍ヘッドコーチ立浪監督と共に再開3年連敗まっしぐらでしょうね。立浪監督休養するなら今シーズンの残りは井上代理監督も見てみたいですね。井端さんはもたもたしてたら巨人に取られる。そうなれば荒木さんも危ない。めちゃくちゃになったチームを立て直すには、相当のデータ量を持った井端さんが適任、井上さんも悪くないが、今は理論的にチーム再建する必要がありそう。井上さんには、もう少し2軍監督してもらって、若い選手を育ててほしい、一刻の猶予もない気がします。立浪さんと片岡さんにはすぐに休養取っていただき、とりあえず和田さんあたりに引き取ってもらい、シーズン終了すぐに洗い橋の陣で再建してほしい。井端、井上が現役でドラゴンズが強かった頃はピッチャーも良かったが守備も走塁も良かった。今は打てないだけではなくエラーが多い、走れない、頭脳プレーができない。まずは基本ではないでしょうか。ベテランの戸様で応急処置するよりもやはり育てないといけないとなると井端だと思います。井上2軍監督には檻の中島監督を感じます。2軍とはいえここまで結果を出すのは何か人心掌握術的なものがあると思う。野球界もそろそろ大スター選手が監督就任というパターンを見直して監督コーチ選んでもらいたい。もちろん大スター選手が監督になるのも適性があれば OK。 中島、井上もチームのレギュラーでしたが投手だってブルペンは素晴らしいけど先発側は小笠原だけでは厳しいよね。そして打撃陣では岡林の絶不調が大悟さんですね。来季のドラフトにかかってくるけどドラゴンズのスカウトは見る目ないからね。監督もそうだけどスカウトはそう取り返しないとダメでしょ。ブライトとか鵜飼とか、そして去年の津田とか草加とか辻元とか、プロの適性見てますか？日ハムの若手が羨ましいです。人を見る目、抜擢することができるのは侍 J 井端監督。サムライ J のゲーム運びもまずまずいいですね。でもね、今の中日暗すぎるこれを打破できるのは井上2軍監督の明るさ、それに指導者としての実績は申し分ない。果たしてどちらを選ぶんでしょうね。楽しみです。現政権から引き継ぐものが見当たらない以上、新政権は刷新する方がいいのかもしれない。候補はいくらでもいますが、初めて指揮を取る方を抜擢するならヘッドは遠慮なく物言える人材を配置してほしいと思いますし、監督のやりたい野球をぶれずに軌道修正できる人物を選抜してほしいと思います。この何年間思ったより若手が成長してないし、点が取れないという明確な課題克服も兆しが見えず塩漬けされたままです。フロントも監督交代でお茶を濁し責任を現場任せにせず、
弱くても足を運んでくれるファンの期待に応えるべきです。ゼロ対6の9回にして1人目の走者にダイソー一応切り札の立ち位置を出したのを見て、この監督戦えていないなと思い知ってしまった。勝つ気ないじゃないか。目的は完封阻止か。買い目の完封負けと言われるのも怖いのか。本当に諦めていないのなら切り札を出すのは同点の走者まで待つだろう。井端さんは正直未知数だ。頭脳派なら通用するわけではないのが監督の難しいところ。個人的には井上さんの方が押せる。2軍なんてドラゴンズは2軍以上1軍未満の選手が多いだけと言われつつも、でも去年圧倒的にボロボロだったことを考えると、やはり監督の差は大きいと言える。誰でもいいけど TL 学園出身者だけはもうごめんです。中村元監督は大成する選手は育成してきたけど、監督として成功できるような人材は育成できなかったのかな。まあ監督の仕事ではないからね。選手が優秀になれば監督はあとは選手に任せればいいわけだし、立浪監督も昔の V9 時代の巨人やソフトバンクみたいに優秀な選手が揃っていれば優勝もできたかも。井端の可能性としては、現役時代に高木監督とも喧嘩しているようにダメなものはダメと言えるところかな。落合 GM とも意見の食い違いで対談しているし、自分の意見を通すタイプなんだと思うけど、井端に関しては続けられるなら日本代表監督の方が良い気がする。中日監督なんていつでもできるよ。一時に関してはやはり矢野と阪神でやって外での経験もあるし、何より明るい性格だしね。それに投手と野手の両方の経験者なので両方の気持ちがわかる。立浪さんはやはりミスタードラゴンズというだけあり、球団の上に対して意見を言うことを聞かすことができるし、選手の見る目はある。名古屋の谷町やスポンサーに関しても根強い人気がある。アドバイザー的な立場で残ってほしい。チームの立て直し方っていろいろ考えはあるだろうけど、結局立浪さんの改革は道半ば。それを引き継いでやってくれる人の方がゼロベースよりも再建は早くなるだろうし、現役時代に花があって実績も申し分ない、そんな表街道を歩んできた人よりも苦労して試行錯誤を繰り返しながらレギュラーの地位をつかみ取ったようなクロージンの方が監督業に向いているなんて考えるのは甘いかな。天才肌でそんなに苦労しなくても、人並みかそれ以上のことができちゃう人は人に教える時に困っちゃうんじゃないの。なんでこんな簡単なことができないのかと、立浪さんや巨人の源さん等を想像してる山本明さんや岩瀬さんみたいにレジェンドと言われる人でも一方ならぬ苦労してあそこまでたどり着いたと思うが、違うだろうか。井端さんでも井上さんでも良いから、選手の気持ちのわかる人が良いな。個人的には井上和樹を推します。去年片岡によって史上最弱とまで貶められた2軍をウエスタン首位独走状態にまでガラッと変えた手腕は見事。井上はモチベーターとして選手を乗せるのがうまいという評価がありましたが、ドラゴンズの1軍に大きく欠けている部分はそこじゃないかと思います。個人的には1軍井端、2軍井上がいいと思う。立浪片岡でぐちゃぐちゃになったチームの立て直しには、引き続き2軍で井上が監督した方が流れを崩さず、選手も安心してトレーニングに取り組める。あとは井上井端の個人的な信頼関係が問題なければ、1年でチームの立て直しはできるのではないかな。できれば休園明けからでも立浪片岡休養で和田が代行ということがあってもいいと思う。